はい、皆さんこんにちは、こうじろうです、YouTube 配信します。令和2年、7月5日の日曜日です。ね、ちょっと天気良くなりましたね。まあ、白い雲がありますけども、晴れ間も見えて、気持ちいいですね。昨日も配信したんですけども、親の介護問題ということで、問題点がね、2つありまして、1つ目は寿命を全うするということ、2が寝たきりを回避ということですね。寿命を全うさせるということで、まあ一番目に運動をすると、で栄養のある食べ物をとる、風邪をひかない、刺激のある生活、好きなことをするということで、まあね、こう見るとストレスのない感じになるんかな。運動するっていうのもありますしね、まあ栄養のある食べ物を取る。でこれらをする場合にやっぱ一人じゃできないですよね。高齢者一人じゃ運動するというのも、栄養のある食べ物を取る、風邪をひかないっていうのもね、好きなことをする、刺激のある生活、まあまあ付き添いとかね、が必要なんですけども、まあこれがちょっと大変だということで、まあ介護サービスとかを利用するわけなんですけどもね、まあ高齢者の方って結構ね、嫌がってね、介護サービスとか、まだわしはそんな年じゃないとか、まだまだ一人でできるっていう感じでね、あんまりいい印象がないんですよね。まあこういうのをね、まあ普段から、まあ親子関係なり家族の中でね、まあ一人暮らしのお年寄りも多いんですけども、まあ家族なりが、一緒にね、運動とか、栄養のある食べ物を取るっていうのがやっぱり必要やと思いますね。まあ、あと、そうですね、家族が全部面倒見なければいけないとなると、またそれもしんどいですよね。だから地域がそれをする、または介護サービスがするというふうに、まあ、気軽にね、介護サービスを利用できるっていう。で周りのコミュニケーションとかも取りやすくするっていうのは非常に大切で、今のところね、全くそういうことができてないんですね。介護サービスも利用しにくいですし、地域のそういう活動ってね、わからないんですよね、誰が何をやってるかっていうのは。あと、まあ家族もね、一緒に住んでたら、まあ、延長線上でできるんですけども、大概家から独立してね、違うところで住んでるっていうのが多いのでね。あとは、そう、あと、2番目の寝たきりを回避するっていうことも、非常に大切で、寝たきりになりますとね、やっぱりあらゆる面でやっぱり人手が非常にかかって、もちろんお金もかかりますしね。まあこれにな、まあ、寝たきりになったらなったでしょうがないんですけど、またそれはそれでね、考えて、まあ回避するのはさっきの寿命を全うすると一緒で、運動をする、栄養のある食べ物を取る、生きる目的を持つ、楽しい日々を送る、もちろんね、風邪をひかないとか刺激のある生活とかは必要なんですけど、こういったことをする、まあ全部が今やった介護サービスに頼り切ってね、デイサービスね、朝から行って夕方帰ってくるっていうサービスなんです。でもそれをしたからって言って健康になるっていうわけじゃなくてね、やっぱり生きる目的とか楽しいっていうのをね、送れたらそれはそれでいいですし、だからね、やっぱりその一番最初は親子のコミュニケーションですね。どういった、まあ日本ではタブーですけど、どういった死に方をしたいかとかね、何歳まで生きたいかとか、具体的にね、どこで死にたいか、家で死にたいか、病院かとかね、
そういったことはやっぱ話しておくべきだと思いますね。まず最初に、介護云々という前に親子のコミュニケーションですよね。もし子供がいないとかね、やっぱり一人ぼっちや言うんであれば、やっぱり高齢になった自分からコミュニケーションを取りづらいのでね、やっぱ周りが手を差し伸べるしかないんですけども、やっぱりそうなる前に、例えば自分からね、例えば今50代のサラリーマンさんであればね、自分から何かをコミュニケーション取っていくとか、友達を作る、仲間を作る、コミュニティに入るとかね、例えば今から私は80歳まで生きるとか90歳まで生きるって想定して、そのね、方向に進んでいくとかね、途中で、介護施設に入って、こうやってこうするとか、ね、寝たきりになった場合とか、遺言書とかいうやつですけど、ね、やっぱりこういった問題は誰も教えてくれないであるし、あまり手をつけたくない問題なので、タブーですよね。誰一人口をつぐんでしまうっていう問題なので、そこをね、一つ、もうちょっと明るくね、その暗く考えるんじゃなくて、明るく考えて、いけたらなと思うんですけどね。おもろに高齢者はやっぱ寂しいんですよね。ものすごく寂しいし、不安やし。それがやっぱ至るところに出てきて、ボケとかね、暴言とか、あと、家に引きこもってしまうとか、不衛生状態になるとかね、そういうことがやっぱあるんですよ。そうなってしまっているのはなかなか今の現状でね、難しいんですけど、例えば50代サラリーマンであれば、失礼しました。また時間があるんでね、自分の将来をもうちょっと考えたらいいと思いますね。おそらくみんながね、みんなその寝たきりにはなりたくないと思うし、年いってね、不安とか、寂しい思いもしたくないと思うのでね、そこら辺も合わせて親の介護とね、考えていけたらいいと思いますね。今ね、50代で介護に直面しているのであれば、周りをね、介護サービスの人とかとよくコミュニケーションを取ってね、見ていった方がいいと思いますね。やっぱ日本人で頼らないんですよね。生活保護にしても、そんなの絶対受け取ったらいけないとかね、人を頼りにしないとか、自分らでやるとかね。で、親もやっぱり自分の娘息子にやってほしいんでしょうけど、そこら辺はね、やっぱりいろいろコミュニケーション取ったらいいと思いますね。やっぱり他人の力とその肉親、血の通ったもんがやるというのとまた違ってね、違いますからね。そういったものも合わせて、ひっくるめてね、見ていくっていうのがやっぱり非常に大切ですね。そうですね、音の問題、問題っていうのかな、寿命を全うするっていうのを、その寿命を取るか、寿命を短くしてね、元気に過ごすか、寿命を長くして寝たきりになるかっていうのでね、やっぱりどうしてもその決めることができないですよね、人間って。その流れに従うっていうか、そんな、その点もね、やっぱり話し合うしかないですよね。何歳まで生きたいかって言って答え出せる人いないと思うんで、例えば寝たきりにならんようにねするとか、それもその病気とかでね、やっぱり寝たきりになったりするんで、寿命がどのぐらいかとかね、考えて、
まあ、殺してしまうというのはね、全くできないことなので、まあ、元気なうちに、なんていうのかな、コロッと死んでしまうっていうのが幸せなのか、それすらもこう答えがないです。やっぱりその楽しくね、笑いのある生活がしたいと思うのでね、まあどういったことがええのか、ね、無駄にこう長生き寝たきりでね、寿命を延ばすだけっていうのはやっぱり非常にしんどいと思うのでね、多分寝たきりになってる人も家族もしんどいですよね。ちょっと10分過ぎまして長いこと喋りましたけど、まあ今回は親の介護問題というふうにね、まあちょっと片隅に考えて、今50代の人でしたらね、まあもうそろそろか今真っただ中かいうのですけど、ちょっと考えたらいいと思うし、自分自身のね、将来のがどうなるかいうのも考えていうことです。今日はこのところにしておきます。はい、それでは皆さん、さようなら。